東京の檜原村から参りました。檜原村って人口2300人、森林率 93% っていう、そういう村なんです。こんな素敵な村です。これでもね、東京なんです。私はこの東京のこの檜原村で林業という仕事をしています。この間都内の子供たちがですね、檜原村に遊びに来てくれて、もう説明してあげたんですね。僕は林業という仕事をしています。そしたらキョトンとしてるんです。木こりだよって言ったら、ああすげえって言ってくれたんです。なんでこれからは僕はね、あの東京の木こりという言い方をして皆さんに PR していこうかなというふうに思います。東京の木こりはどういう木を扱っているかというと、杉の木をメインに扱っています。杉と聞いていかがですか、皆さん。ちょっと聞いていいですか。花粉症だよっていう方、ちょっと笑ってる方いらっしゃいますか。よろしいですか。ありがとうございます。そのままちょっと上げといていただいて、もしあの疑いのある、もしくはこうかもしれないっていう方も上げといてください。で、その中で杉の木なくなればいいのにって、これ正直です。杉の木なくなればいいのにってちょっとでも思ったことのある方、そのまま手を上げたままにしておいて。ありがとうございます。結構皆さん正直です。ありがとうございます。結構ショックです。私はあのその杉をですね、相手に、仕事をしています。その杉、私実は気持ち分かるんですけど、この花粉症だったんですけど、この仕事をやって治ったんです。これ何の粉ついてるか分かりますか。これが杉の花粉なんです。皆さんが知っているイメージしている杉の花粉とちょっと違うんじゃないですか。ピュア花粉です。なんで多分治ったんだと思うんです。皆さんが吸っているのはちょっと混じり気があるんだ。これ何のあの何もあのないですけど、理由は、はい、おそらくそうじゃないのかなっていうふうに僕は思って、その杉の木、なんでこんなに日本中に、ね、植えられたのかなって不思議に思っている方もいると思うんですけれども、実は多くの杉の木は戦後に植えられています。ご存知の方もいるかもしれないんですけど、戦中戦後っていうのは木材が大量に必要だったんです。日本の至る所で木材が伐採されました。で、戦争が終わって復興も終わって、山で暮らしている人がふと山を見たときに、そこには萩山が広がってたんです。そこで何を植えようかと思ったときに、日本人、特に、まあ、日本人ですね、日本人はですね、やはり杉というのがすごく馴染みがあった。古くから大事にされてきました。クリプトメリアジャボニカ、ちょっとろれつがね、回らないです。クリプトメリアジャポニカというのが杉の学名です。これはいろんな訳し方あるんですけれども、日本の隠れた宝と訳す人もいるぐらい、昔から杉という木は大事にされてきました。日本の風土にもよく合ってるんです。北は北海道の一部、南は沖縄の一部まで全国で植わってる。なのでそこで杉を植えようと思った。杉の苗木、当時萩山を目の前にしてです、しょいこといって木の、昔は木ですね、木のしょいこに苗木束になった重い苗木を2つも3つも背負って、一本、ね、一歩一歩山を登っていったんです。口で言うのはすごく簡単なんです。これ私もやってますけど、本当に目から火が出るってよく言葉ありますよね。本当にそういう思いをして苗木をですね、朝早くから
山に背負い上げるんです。そしてそこから仕事が始まるんです。一本一本大切に枯れないように山に植えていきます。広大なハゲ山です。その中に一本一本植えていったんです。日本人は昔の僕たちのおじいちゃんおばあちゃん世代の人たち、私たちもこのように今でも同じように21世紀ですけど、でも同じように未だに手でこうやって一本一本植えてます。非常にやはり大変です。木は植えた後下草刈りということをします。植えた苗木の周りに草がいっぱい生えてくるんですね。夏になると先ほど植えた苗木を春に植えます。下草刈りは植えた苗木の周りに草が生えてくる、そういった暑い夏に行うんです。昔そのおじいさんおばあさんたち村人総出で朝早くから夜明け前から山に登って、日が上がって暑くなる前には終わらせたいっていう思いで朝早く暗いうちから山に出かけていって、その苗木の周りの草をどん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 刈りました。水も当時は沢の水を飲んでいて、今みたいにペットボトルとかないんですよね。一升瓶、小僧が一升瓶で水汲んでこいって言われて沢まで降りて水汲んできて、それをみんなで飲みながら一生懸命炎天下の中を草を刈ったそうです。私たちはこの草刈り釜じゃなくて、ごめんなさい、刈り払い機を使いますけど、昔の人は草刈り釜、手の釜ですね、釜でその広大な山を前にして釜で挑戦していた。毎日毎日暑いさなかですね、蜂にも刺されます。スズメバチに刺されるってあまり実感ないですよね。めちゃくちゃ痛いんですね。で、ベテランのおじさんは刺されるのはお前が悪い。なぜか刺される前に蜂を見つけりゃいいじゃないか。で、おじさんはパンってこう、こんなスズメバチをパンって殺したんです。すごいなと思いますけれども、ちょっと真似できないですけど、それぐらい、まあ、夏の暑いさなかの下刈りはハードなんです。それを7年間続けた後に今度はだん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 木が育ってくるんです。見ての通りこれはもう10年12年ぐらい経ってます。8年目から4年ごとにおおよそ4年ごとに枝打ちという作業をします。これは世界見回しても日本とニュージーランドの一部でやっていると言われているぐらいで、ほとんどの国ではやられていません。日本独自の文化です。なぜこの枝打ちをするか、3つの目的があります。一つはムグシの病剤、あまり聞いたことないです。昔は焼き物なんて言われました。木が太ってビニール瓶ぐらいの太さになった時、枝を一本一本のこぎりやなたで落としていきます。そうするとだん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 木は太っていくわけです。枝を落とした跡がだんだん埋まっていくんです。バームクーヘンで、そうすると柱を取ったりとかしたら傷が中に隠れているので表には出てこない。そういったものが昔は重宝されて高く売れたんです、薬物として。ただ今日本の建築はだいぶ様変わりしまして、そういったものが必要とされなくなりました。需要がなくなったんです。もう一つの目的は通直緩慢な木を育てるという。これもあまり聞かないかもしれません。通直緩慢というのはこの木にしか使えません。まっすぐ通って完全に満ちると書きます。木をなんとなく思い浮かべてもらいたいんです。木の幹ってだんだん細くなりますよね。それっていうのは枝が出ているところから枝に養分を取られて幹は細くなる。この枝打ちという作業は枝を落としてあげることでそこまで同じ太さで太ってくれます。そうするとやはり同じように柱を取ったりとかした時に
枝を落としてない木はこういう末広がりの木になってます。大げさに言ってます、ね、そうすると柱を取ると末広がりが無駄になっちゃうわけです。ただ枝を落としてあげるとまっすぐ育つのでぶどまりのいい木に育ってくれます。無駄が少ない使いやすい木に育ってくれます。それが通直緩慢と言います。最後はご覧のように枝を落としてあげると森が明るくなります。見た目にも綺麗です。林の中に光が届くことで地面の温度がどんどん上がってくる。地面の温度が上がると何が起きるかというと、中にいる微生物たちが、土の中の微生物が活発に動けるようになるんです。枝葉、動植物の死骸、そういったものをどんどん分解をして土に変えていってくれます。そういう3つの目的があって、この枝打ちという作業をしているんですが、一本一本このように木に登って、4年ごとに4回に分けて約6メーター落としていかなきゃいけない。それはとても手間がかかる。コストもかかる。今は木は安いです。木材は安いので、なかなかその手間をかけることができません。なので、その枝打ちという文化も、どん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 廃れていっています。ようやくそうして、きれいな森に林になってきたところで、干ばつ、よく聞きますよね。干ばつの時期を迎えます。約樹齢20年、植えてから20年目ぐらいになると間伐をしてあげます。なぜか。満員電車をちょっと思い出してください。満員電車の手すりのないところに立っちゃったとき、すし詰め状態だと何て言うんですか、こう、ね、こんな感じですよね。で、揺れると隣の人がいるんで、どんなに揺れても大抵倒れないんですよね。足踏ん張らなくても。木も同じなんです。周りが混んでくると、風が吹いても根っこ張らなくてもいいんですよ。そのままね、根っこ張らずに立ってるんです。そうすると、例えば急にその状態を続けて、急に干ばつをすると、根っこ張ってないのに周りが空いちゃったらどうなりますか？倒れてしまう。なので、もう20年目から定期的に干ばつをして、空間をですね、少しずつ見ながら干ばつを繰り返していく必要がある。そうして、それだけの今まで植えてから下草刈りをして、枝打ちをして、間伐を繰り返して、ようやく育って木は使えるようになります。今ここは伐採をしています。樹齢約60年。ちょうど使い頃の木です。私たちはこの木を一本一本丁寧に切って、建築材料であったり、家具の材料であったり、木のおもちゃであったり、そういったものに使ってもらうように、山から大事に切り出しています。今、日本の木がだいぶ見直されてきています。どうしてかというと、今言ったように、ちょうど使い頃になってきたから。思い出してください。戦後植えてくれた僕たちのおじいちゃんおばあちゃんたち世代の人たちが一本一本植えてくれたわけです。暑い炎天下の中、村人総勢で山に入って草を刈ってくれたわけです。そうして育ててきた木が今使い頃になっている。そのおじいさんたち、おばあさんたちは使えないんです。自分が使うわけじゃないんです。自分たちの子供や孫のためを思って植えて育ててきた木なんです。それが今私たちの代になってようやく使い頃を迎えているのがこの木なんです。おかげさまで僕も檜原村の木を使ってこのような素敵な家を建ててもらいました。建てました。とても気持ちがいいです。花粉症の原因は、花粉の他にもストレスとか食事とかいろいろ言われてますけれども、もしかしたらこのような家に住めば、ストレスも和らいで、花粉もピュアな花粉じゃなくても、もう少し楽になるかもしれません。
風にまた使わせてもらったので、また木を植えるんです。また僕たちが木を植えて、次の世代の人たちが使うようにまた植え続けていく。これがこの木こり、最初林業といった時理解されてもらえませんでしたが、日本の中で数少ない再生産可能な資源なんです。切っても植えればまた使えるんです。そのような資源がなかなかないんです。それがこの日本であれば、この気候風土であれば、いつまでたっても続けることができる。そういった仕事に関われて私はすごく嬉しいです。最後もう一度問います。それでもいらないと言いますか。どうもご清聴ありがとうございました。